やめとけ。おめえら何人束になってかかってきても勝負にはなんねえぜ。そうだぜ、このクソ暑いのによ。うるせえ、お前たちさえやれ、この町は俺たちのもんだ。全員でかかれ。仕方ねえ、早く済ませようぜ。ゆうすけ、大変大変、こら危ねえ。何やったよ。なんだよ、何危ねえだろうが。ついてきておくれ、とにかくもう大変なんだから。あのな、こっちはせっかくの夏休みなんだ。またいつもの小エンマの知恵だったら聞かねえぜ。その小エンマ様が誘拐されちゃったんだよ。小エンマが、おい、泣いてばかりじゃ事情がわかんねえだろうが、何があったんだ。さあ話してごらんよ。はい、実は小エンマ様は夏のバカンスとしゃれ込みまして。しゃれ込むような玉かよ、あれが。で、私たちをお供に連れて市会の浜辺に行ったんです。昼寝の後、小エンマ様がスイカ割りを楽しんでると、我が名はガルダ。小エンマはいただいた。助けたければ今日の日没までにマグマ谷へ金印を持ってくる。間に合わなければ小エンマの命はない。まったく一瞬の出来事でして。なんだよその金印ってな。それあった。これがそのエンマ大王様の金印。門外不出、霊界を支配してる証だよ。もしこれが悪い奴の手に渡ったら、秩序は総崩れ、大混乱は避けられないわ。エンマ大王様でも霊界から追われる身になるかもしれないよ。その金印と小エンマの命を引き換えようってわけか。エンマ大王様が出張中に金印を持ち出すなんて、そんな。でも小エンマ様が、ああ、私は一体どうした。しゃあねえな、まったく世話のかかるガキだぜ。ああ、ゆうすけ、ちょっと、ああ、ゆうすけさん、いけません。だってこれを持ってかなきゃ小エンマを助けられないんだぜ。でも、まあ気は進まねえが、小エンマと金印の両方とも無事に持って帰ってくれば文句ねえんだろ。時間がねえ、ボタン、道案内頼むぜ。急ぎましょう。あれ、キエのバカ誰どこ行きやがったんだ。ん、今までいたのに。きつめてやろだぜ。だが安心しな、かわいそうな小エンマはこの男クワバラが助けてやんぜ。はあ、そうだ、クラマさんにも助けを頼まなくては。はい、コアシュラ様。わしをこんな目に遭わせてどうしようっちゅうんじゃ。へ、このコアシュラ様がトンマなコエンマに代わって審判の門に入るのさ。なんだと。金印を手に入れていろんな書類にあれこれハンコ押しちゃうもんね。
困るだろう。困る、そりゃ困る、やめてくれ。金印が奪われたなんて親父の閻魔大王にお尻叩かれるところの騒ぎじゃ済まねえんだぞ、こらその崩れかかった岩はな、まあ持って日が暮れるまでだな。それまでに金印が届かなければお前はマグマの中にぶっちゃーんだ。急いで、急いでおくれよ。平子ちょっと、おい何やってんだ。なんだお前ら。ここは我ら邪気一族の支配地、黙って通すわけにはいかんな。今おめえたちと遊んでる暇はねえんだよ。またな。貴様ら閻魔大王の金印を持ってるそうじゃねえか。何？こっちに渡してもらおうか。どんなむごいことをしたのか。これは復讐なんだ。